あ、今CM を撮る準備をしています。はい、お疲れ様でございます。うわ、蛍光灯反射してる、こうです。リモコンライトイルミネーション300円、今回こちらを購入しましたので、ちょっと紹介していきたいなというふうに思います。リモコン5メーター。これのね、前類似品を紹介したんですよ。このイルミネーションじゃないパターンっていうか、もうパティーンからのパターン。ちょっと何言ってるかわからへん。ここまでがワンセットです。パティーンの下りも一応やっとかんとあかんのですよ。そして前紹介したのはこのタイマーがついてるタイプですね。そしてこれ多分形状は一緒なんですけどね。今回、そうなんですよ。これイルミネーションっていうことは、白一色じゃなくて、なんかいろいろ、ブルーとか、青とか、ブルーと青いいじゃん。ブルーとかピンクとか、どこ、オレンジ、緑、この色が選べるっていうことですか。そして、4時間、これ4時間、8時間、こっちタイマーついてる。じゃあこれ最初からこっち買っといた方が良かったですよね。ってことや、こっち300円やったら前の商品いらんかったよ。これでも、後から発売されたんですよ。じゃあ前買ったやつ、ちょっと後で比較しといてみましょうか。そしてこれは多分ね、グリーンオーナメントやと思う。そうですよね。それはグリーンオーナメントですよね。そして、これ見てください。こちら、バーコードです。バーコードがここについてます。そうなんですよ。そしてね、あ、先開けてしまいました。こちらがメインのパッケージです。これなんか説明書になってるので残しておきましょうか。そしてこちら、そうです、リモコン付き。リモコンは電池がついてるんですけど、こちらですね、こちら、ま、前学習しましたよ、これ。あ、ちょっと爪長い。爪後で切っていきましょうか。これ回転させるとカチャって開くんですよ。開かへん、片手では無理や。そしてね、三脚がどっか行ったんですよ。これ今左手で持って録画してるんですけど、三脚がどっか行ったから、これ両手で作業できひん、そういうくだりになってます。なんてことや、全然開かへん。弁当箱みたいに。うわ、あかん、無理や。一回置きましょう。来ました。これをこうカチャってやるだけですね。回転さす形でカチャっとやると、ここが開きますと。開かへん、あかん、片手無理や。三脚は早く探さないと。はい、そして単三電池。単三じゃない、単四。四といえばやっぱ GP ですよね。GP3 本。これを推奨していきたい。マンガン乾電池ですよね。そして GP もこう、ロゴが見えるようにセットしていきたい。これはちょっと GP の宣伝をしているところです。はい、こちらさ、あ、ついた。勝手についた。ください。これ自体もスイッチでいけるっていうこと。ここの、このドーム型の部分、これを押すことによって、こう色が変わります。これ今ね、ブルー、オレンジ、緑、あ、これ今ね、イルミネーション、なんか順番に色が変わっていくモードになってますね。紫。あ、ちょっと、暗くしんとわからへん。部屋の照明切りましょうか。いや、ちょっと違うところで撮りましょうか、これ。明るすぎてね、わからないですよ。そうなんで、紫。順番に色が変わっていってます。そして、最後は消灯。後で暗い部屋で撮り直します。そして、これですね。リモコンを使っていきましょうか。これオンすると、明るい。結構明るい。そして、タイマー付き。そしてこのモードっていうやつを押してみましょうか。モードを押すと、イルミネーション、順番に色が変わっていくモードになってます。そしてマルチカラー。マルチカラーっていうのが、白？もう一回押すと、白。もう一回押すと、白。あ、なんか明るくな、二段階調整？光量が調整できるみたいですね。そして赤。赤を押すと赤。緑。これ何色？ブルー。ブルーの濃いやつ。そしてこの紫。あ、これ色が選べるんですよ、ここで。すごい。ブルー。ブルーも何色かあります。こう、ブルー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 。ブルーが
4色もある。それぞれの、あ、これ紫ですか、これ紫、ブルー、ブルー 4つある。それぞれ色が違うんですよ。そしてピンクは、ピンクはねちょっと白っぽいですね。そして黄色、あ、これカメラで伝わりにくいな。暗い部屋に持ってきました。これピンク？ピンクじゃない、白。これブルー。わ、あ、濃い青ですね。そしてこれ何色かわからない。ブルー、紫？紫の明るい方。わ、いろいろ。やべ、マルチカラー。これピンクです。あ、これオレンジ？いや、白か。そしてイルミネーションモードにしましょうか。オレンジ、緑、ブルー、濃い青。そうですね、グラデーション、紫。だんだん色が変わっていくモードになってます。黄色、緑。これで一周しましたね。そして、ショート。あれ？消えました。そうです。リモコンがね、これ5メーター届くんですよ。めっちゃ遠いとこからも。そうなんです。リモコンが届きますよ。これ結構いいんじゃないですか。これで300円って安いですよね。これで300円。リモコン付きで。はい。前にね、購入したのがこちらなんですよ。タイマー付きで。そしてこれ白しか光らないタイプ。これとね、全く一緒なんですよ。この形状。そうなんです。大きさが全く一緒。そしてリモコンですね。リモコンが比較すると こんな感じですね。こちら、マルチカラー用リモコン。そしてこっちがタイマー10分、30分、60分、120分。こちらは4時間と8時間が選択できるみたいですね。これね、一緒の300円やったら、やっぱりこちら選びますよね。イルミネーションの方。そうですよね。そしてね、こちらは多分ね、セリアで購入したと思うんですけど、こちらはダイソーです。ダイソーで300円。しかしね、これ多分作ってるとこ一緒なんですよ。このハングル語、香港、韓国あたりですか？そうなんです。パッケージもね、ほとんど一緒で、そしてもちろんグリーンオーナメント、グリーンオーナメントなんですよ。そうです。そして開け方も一緒、全くの類似品ですよね。もしね、このこれが先に発売されてたらね、こっち買ってなかったと思うんですけどね。これは2個買わされる羽目になってしまった。100円ショップの策略ですか。グリーンオーナメントが先にこっちを発売したから、これを買わされたみたいな、そういう節もありますよね。まあ、乾電池仕様なんですけどね、USB 化してね、この LED、多分ね、省エネやと思うんですけど、連続点灯時間、14時間。そうですね、これ USB 化してね、いっぱい使えるようにしたいなと思います。この動画ではね、ちょっと改造はしないです。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。急に終わるやん。ちょっとふわっと浮いたり、どこ行くねん、どこ行くねん。